GDP デフレーター。経済学において GDP デフレーターとは、ある国、または地域の名目 GDP から実質 GDP を算出するために用いられる物価指数である。名目 GDP と実質 GDP はそれぞれ物価変動の影響を排除していない GDP と排除した GDP であるため、その日に当たる GDP デフレーターは物価変動の程度を表す。 物価指数であると解釈される。したがって GDP デフレーターの増加率がプラスであればインフレーション、マイナスであればデフレーションとみなせる。ほとんどの国民経済計算の体系において GDP デフレーターは名目 GDP と実質 GDP の比を計測する。次の計算式が用いられる。名目 GDP を GDP デフレーターで割って100倍する。 デフレートすると実質 GDP の価格になる。日本の内閣府の国民経済計算では GDP デフレーターを直接作成するのではなく構成項目ごとにデフレーターを作成して実質値を求め名目値各構成項目の実質値の合計として逆算す。このようにして算出されたデフレーターをインプリシットデフレーターと呼ぶ。例として ある支出項目の個別品目 i の基準年におけるデフレーターを p として品目 i の名目値を x とする。当該支出項目の名目値 x はシグマ x となり実質値はシグマ xp となる。当該支出項目のデフレーター p は x、xr として求められることになる。GDP の改範中として ある品目の今年の価格と基準年の価格の比として、インプリシットデフレーターを考えるというようである。基準年の価格は100に正規化される。例えば、ある特定の水準の処理能力、メモリー容量、ハードディスク容量等の性能を持ったコンピューターハードウェアを単位として定義する。デフレーターが200になるということは、今年のコンピューターの価格が基準年の2倍になることを意味する。 インフレーション。デフレーターが50なら、今年の価格は基準年の半値であるデフレーション。公式の統計では物価の下落を示していても実際には変化がないという状況があり得る。例として新しいコンピューターの価格が同じままで計算能力が年々倍になるとする。デフレーターは50になるが消費者は同じ金額を支払うことになる。 このような考え方で品質変化が盛り込まれた指数をヘドニック指数と呼ぶ。主々の材、サービスのそれぞれの購入数量をセットにまとめたものをと呼ぶが、いくつかの物価指数と違って GDP デフレーターのバスケットは固定されておらず、人々の消費や投資のパターンの変化と共に変わる。GDP の各年のバスケットは国内で生産されたすべての材のセットで、 各材の総消費量の市場価値で重み付けされる。人々が価格の変動に対応して最新の支出パターンが GDP デフレーターに現れるという理論がある。例えば牛肉の価格と比べて鶏肉の価格が上がると人々は牛肉の代わりに鶏肉によりお金を使うようになるとされている。先進国の政府は財政政策や金融政策の立案、給付金額、 社会保障制度などに物価指数を活用しているので、わずかなインフレーションの尺度の違いであっても、歳入や歳出が大きく変わることがある。GDP と GDP デフレーターの発表をもと、統計的に GDP デフレーターは、カバー範囲が広いが、短期的な変動が大きい。一般に GDP デフレーターは、過方バイアスを伴う。GDP デフレーターと統計局が試算している。 消費者物価指数の動きを比較すると大きく異なっている。この乖離については対象の違いによる要因、算式の違いなどの要因が考えられている。内閣府は2004年7から9月期分から連鎖方式、基準年を毎年更新に変更している。消費者物価指数と GDP デフレーターの大きな違いは消費者物価指数、 CBI は原油などの輸入原材料価格の影響を大きく受けるのに対し GDP デフレーターはそうならないという点である GDP デフレーターは国内で生産される全ての財サービスの価格を反映するが消費者物価指数は消費者によってのみ消費された財サービスの価格を反映するという違いがある GDP デフレーターは輸入製品の価格の変化を反映しないが 消費者物価指数は輸入製品のうちの消費者が消費したものの価格を反映する。GDP デフレーターには消費者が購入しないような工作機械、外国向けの販売品の価格が含まれる。また、GDP 統計が3ヶ月に一度しか集計されていないため、毎月発表される消費者物価指数を加工したもので、代用することがあり理解しづらくなっている。 消費者物価指数と GDP デフレーターを比較すると、2000年以降、おおむね消費者物価指数はデフレーターの髪型に位置している。また、2007年7から9月期以降消費者物価指数が上昇、下落する一方で、デフレーターは下落、上昇するなど、異なる動きを示している。両統計の乖離は、リーマンショック前後の一時期を除けば、 おおむね消費者物価指数の変化率はプラスマイナス1.0%の範囲で推移している。上記のような理由により GDP デフレーターと消費者物価指数はおおむねある範囲内で乖離が見られる。ゆえに GDP デフレーターは外的要因、輸入原材料価格などの影響を受ける消費者物価指数に比べ国内の物価水準を反映しやすい。 そのため経済学者の森永拓郎は、景気の加熱によって物価が上昇しているのかどうかを判断するには、消費者物価指数ではなく GDP デフレーターを見なければならいと指摘している。そしてそれにより両統計が乖離して、プラスとマイナスに分かれるなどの現象が見られるケースがある。そのため、 これまでも金融政策の変更や決定で GDP デフレーターがマイナスであるのに CPI 消費者物価指数がプラスだけで政策変更しても良いのかといった議論が見られてきた。と指摘されるように専門家の間でも政策変更にあたりどちらの統計を見るべきか議論が分かれケースがある。楽しくご覧になりましたら購読と良いです。クリックしてください。